県によりますと、今日午後、防衛省と中国四国防衛局の職員が県庁を訪れ、防衛力の抜本的な強化のため、今後、多機能な複合防衛拠点を新たに日本製鉄呉地区の跡地に整備したいと説明があったということです。またこのことについて、日本製鉄、防衛省、県、呉市の4社で協議することも求めたということです。県は日本製鉄跡地の利活用策の選択肢の一つとして、今後防衛省から丁寧に話を聞いていきたいとしています。さらに地域経済の発展を念頭に幅広い利活用策を検討するため、来月日本製鉄、県、呉市の3社協議の場を新たに設置、立地に適した将来性のある利活用策についての調査も進めるとしています。また呉市の新原義明市長は、防衛省に県や市にとって必要な情報は共有していただくよう要請するとともに、呉市からは防衛省や日鉄に必要な意見を伝えてまいりたいと考えていますとコメントしています。